OST プロスタッフの大塚隆です、今日は千葉県亀山湖に行ってます。夏の亀山湖、ベンツミノを使って攻略してみたいと思います。よろしくお願いします。頑張るぞ。風が吹いちゃうとちょっと表層に出づらいんですよ。今日ちょっと風吹いてますからね。この辺りは結構ボール出る場所なんですか？ここは最近結構調子いいですよ。あれじゃ取れねえよ。見ました今。1回2回で食っちゃいましたよね。一瞬で食っちゃうんでね、食わせるの難しいんですよね。2回も3回も追ってないので一発で食っちゃうんですよ、ワカサギのフィーリングは。だから結構難易度高いですけどね。ああいうのだったら取れやすい。やばい、無理だなあれは。ああ食っちゃったかも。わかりますよ、この早いの食うのが。直撃っていうよりは少しね、誘ってあげないと食わせるのが難しいので。オキボイはがむしゃに投げても食わないですからね、うん、というよりも2回も3回もやってるのは別ですよ、うん、バチャバチャバチャって狂っちゃってる。そう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 、そういうのは取れますけど、簡単にボイルしてて簡単に食うように見えるんですけど、すごく難易度が高いので、まあ、食わせた時は気持ちいいですけどね。わかります、はい、これこいつ食われますよ、そのうち。ああいうのについてるんですよ、バスが。それで食いに表層まで来てるんで。だ表層をこう見てると、たまにフワ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 ってあのベイトがこう、さっきみたく動いてるんじゃないですか。あれを見つけて、あれに投げるしかないんですよね。まだ食われてる、まだ食われてる。あ、バレちった。打ちました。やっちまったなって感じですよ、マジで。どんだけやってんだよ、この野郎。ああ届かねえか。歯がゆいな。あ、なんでだ、なんでバレんだ、なんで2本バラしてんのか、もったいないな。ちゃんとドラグ出てのかかってますからね。持ってない、持ってない感じですか。結構もうがっつりは今食ってこないんで、初期段階と変わってるんで。何やってんのかな、これ。難しいな、バス釣り。こういう水中の方がいいのかな。いろいろ試して、こういうのは状況にアジャストしていった方がいいですからね。ここがもう島で、こっちとこっちとこっちというふうに風が当たるんで、水通しがいいところで、ここにちょっと立ち木があったりっていう感じのちょっと島になってるんで、ちょっとここも狙ってみたいと思います。ここはもう浅くなってます。あの V に向かって、でもこっちディープで、でちょっとブレイクになっているので、あ、くそ、失敗したな。
あーくそー、もう遅いか。いつもいけるっすよね、うん、来たよ。サイズいいか、来ましたね。お、引くな。ワカサギ食ってるとやっぱ引きますね。おお。あぶない。よし。ちょっと痩せてますね。流れが当たって、位置形的な変化でそこでフィーディングしてるやつを狙っていって取れたっていう感じです。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。今時間的にはもう8時でね、朝のフィーディングタイムが過ぎてしまいましたけど、日中でもねベントミの魚呼べるんで、夏はね特にワカサギパターン亀山は使ってますね。ここはあっちより食わせやすいんですよ。アゴが多いじゃないですか、あっちよりは。やっぱバスが見つけづらいっていうのもありますよね。あっちだと綺麗すぎちゃうんで、すぐもうワカサギを発見しちゃうから食わせられないですけど、こっちアオコが多いんで、少しバスはね探す時間があるんで、その間食わせるますよね。こっちの方が食わせやすい、こっち人間としては。魚の人は見つけにくいですけどね。探してる、バスが探してる。下手くそ、こっちだ、こっち。違うよ違うよ、こっちじゃないよ、こっちだよ。あーダメだ、もう遅いよ。こっちじゃないよ、こっちだよ。わ、かわいいサイズだな。あーバレちったよ。決まったなぁ。バレるんですね。なんでだろう。いや多分さっきもそうだけど、多分ここしか食ってないんですよ。ああ。でもこの辺にかかって、もうパッて外れちゃうんですよね。ドラグ締めていこう少し。でも亀山いるとやっぱりオーバーハング攻略しないと。結構きついですよね。ですね、うん、亀山の場合はちょっとオーバーハング車でベントミノって結構あんまみんな入れないと思うんで、まあ、こういうところに入っていくとバスもあれっていう感じになりますよね。オーバーハング車とかで出たらちょっと気持ちいいですよね。あんまやんないですからね、みんなこういうところ。これ出たら気持ちいいですよ。こういうところにでかいのついてるんですよね。たまにやる価値はありますけどね。ちょうど本当にこのカバーがいいか、あの隠れスポットになってるんですね。本当にここからもうベイトがこう通り抜けていくと始まりますもんね。やべえ、いや下手くそだ、俺下手くそだ。はい、一応ベントミの7目サイズですねで取れました。やりました。ちょっとね亀山アベレージをちょっとだけ大きいサイズですね。今はこのちょっとここ浅いんですけど、このカバーから、ベイトが追い川だと思うんですけどね、追い川が上がったところに追い込みやすいサンドバーで
的な部分で、フィーリングの魚をベントミノでスイッチしたら食ってきました。諦めるな、お前諦めるなよ。ちっちゃいな。サイズは可愛いですけどね。いやー可愛い。可愛いですけど。夕方フィーリング、ここで1本、あっちで1本、あそこで2本、作戦は練ってますから。よし、ちょっとかわいいっすね。ギアフック一歩なんですよね。なんかかかりが悪いんですよ。本当にさっきと一緒こう投げるんじゃないですか。でこの、早巻きで出たっすね。頑張りますよ。あ、食っちゃった。本物食っちゃった。え、釣った見ました？マジか。はい、間違いもやってるし。あ、バレちった。またすいません、本当申し訳ないですね。いや、この波で追ってくるってすごいですよ。何もなくても追ってくるんですね。ボイルしなくてもすごいな。いや、ずれちった。よし、おお、初めて。あ、フロントフック1本だ。ありがとう。先ほどまでは高速リトリープでベントミノを巻いてきたんですけど、今度ちょっと緩めてみて、ゆっくりベントミノを巻いてきたらバイタルに持ち込めましたね。ベントミノならではの、ダートアクションでがすごく効いたのかなっていうふうに思ってます。カラーチェンジです。オリガネさんの監修から。わかります？真ん中のシルバーっぽいの、ちょっとワカサギ風の、自分のフッキング知った、ワカサギ風の感じでちょっとやってみますよ。持ってねえな今日。釣ってれば10本ぐらいいってたぞ。持ってないっすね。持ってないな。変更変えたらダメですか？いいですか？ちょっと見えないんで。なんとなく食わせ方分かったぞ。ちょっと最後本気出していいですか？はい、本気ちょっと見せますよ。危ない危ない危ない。可愛いサイズですけどね。今ボール関係ないですね。今誘ってもう本当にこんな感じでちょっとパニック演出したらドコッて出てきましたね。全くボイルしてなくても
このルアーは魚呼んでくれるからいいですよね。来たぜ。サイズはどうかな。あどうかな、サイズ。走るな。お、悪くないよ。悪くないサイズ。お、悪くないよ。来い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 。よっしゃー。入りましたね。ちょっと待ってください。ナイスな体ですね。いいんじゃないですか。全然もうあんまり動かさなかった方がハーモニカ食いしてきましたね。はい、ラスト今日1出ましたね。マンモス、ブレピース。やったぜ。